中日2年目の福永祐希内野手28がプロ入り初の2試合連続本塁打を含む今季8度目猛打賞の活躍を見せた2点を追う3回虫1塁ヤクルト先発山野から左翼席へ6号同点弾5回までにん打2塁打を放ちサイクル安打にリーチもその後2打席は凡退打席ではサイクルは周りから言われてたけど村松が塁に出ていて返すことだけ考えたと冷静さをキープ 今期通算98安打まで伸ばし、初の年間100安打も射程圏内だ、射程圏内だ。